はい、どうも、ケスケです。お願いします。はい、ということで、本日は知らないとまずい夏のマストアイテムを紹介していこうと思います。まあもう夏は近いよということで、東京ではもう昼はもう半袖でね、もう十分だし、暑い、とにかく暑い、もう汗かくぜっていう感じなんですけど、まあ結構ね、DM とかコメントとかでもちらほら夏物紹介してくださいとか、ハーフパンツ紹介してくださいとか、もう意識高い人は求めてるよってことで、まあ今日はそういう人に向けてと、まあまだね、全然夏のこと考えてないよっていう人は本当に危機感持った方がいいよ、マジで。うん、意識高い男はもうやってるから、もう始まってるよ夏は。でね、多分ジョージさんは言うと思うから、僕はいつも見てます。1年以上前から僕はジョージさん見てて、自己啓発されながら SNS 頑張ってました。だ最近バズって来てくれてというか、いじられてるけど、僕ほんと尊敬してます。はい、まあ余談はさておき、まあ、早速ね、知らないとまずい夏物を紹介していこうと思います。では行きます。はい、ということで、まあ、今日、まあ、ざっくり最初言っちゃおうか。夏に向けて準備しないとまずいアイテムは、まずはね、無地ティー。で、次がグラフィックティーですね。で、その次はシャツ。で、まあ、4つ目はパンツね。これから詳しく話していくんで。で、あとはまあ、ハーフパンツだね。キーボーイの感じには欠かせない。で、あとはまあ、小物類。キャップ、バックアクセ。で、最後、スニーカー。ここら辺を紹介していこうと思います。はい。まずね、無地ティー。僕は、プロクラブとヘインズのビーフィーを愛用してます。まあ、ちょっとこれ白じゃないんですけど、プロクラブは。まずこっち、ヘインズビーフィー。はい、これね。こっちがプロクラブ。プロクラブです。はい。まあ、どっちもね、いいんですけど、こっちのヘインズのビーフィーの方が、小綺麗な感じ。綺麗めな感じにも着やすい白 T かなって思います。こっちのプロクラブの方が、この表面がやっぱガシガシした感じがあるので、こっちの方がね、ちょっとカジュアルな感じに着れます。で、こっちのプロクラブが M で、ヘインズが L です。まあ、正直気分。めっちゃ鼻詰まる。正直気分だけど、まあ、どっちも使ってます。まあこっちのプロクラブの方がやや身幅が狭い感じ、ジャストで着れる感じです。こっちのヘインズのビーフィーの方がちょっと身幅が広い気がします。僕は、僕165cmで60kg なんですけど、 T シャツの選び方は、僕は着丈はね、まあ大体今65ぐらい、65前後で選んでます。前後はプラマイ2センチぐらい。このヘインズとかプロクラブは確か70ぐらいあるんですけど、まあこいつらは結構タックインして着ることが多いです。最近はもう本当にピチピチよりもちょっとゆったりみたいな、ピチピチじゃないジャストな感じ、まあそういうの気分なので、巻き丈は65とか、とまあ身幅は105とか、105から110ぐらいで選んでます。まあ、僕が今言って105とか110っていうのは、この一周ね、この前も後ろも含めた数字で、まあこれが半分しかないところもあるので、前だけ測ってるみたいなところもあるので、まあそこは2倍とかしてあげるといいと思います。そんな感じで選んでもらえればいいかなって。で、次が、グラフィックティーですね。グラフィックティー。まあ、何個かね、僕が気になるアイテムとか、もうすでに買ったアイテムとかがあるので、そこをね、ちょこっと紹介していこうと思います。まずこのね、まあ、今僕もこれ着てるんですけど、これね、カントリーモーメントの、クリーンフィットデザイン T シャツですね。5900円。ネイビーベースでこういう白いテキストが入ってる感じです。まあ、夏ってシンプルになりがちだと思うんですけど、まあ、こういうグラフィックティーって適当に合わせるだけでも結構こなれ感が出るので、やっぱこういうグラフィックティーは、まあ、何着かね、持っておきたいなっていう感じです。まあ、僕は今年たくさんグラフィックティー集めようと思っているので、まあ、皆さんのおすすめのもあればその都度聞かせてください。まあ、とにかくもうね、グラフィックティーはデザインで選べばいいかなって思います。サイズ選びはさっき言った通り、これ英文読める人いる？これ、はい、受験生、これ読めないとまずいよ。で、次がダキャムかな、ダクヤムわかんないけど、のレトロプリント T シャツ。まあ、こういうのはね、色が拾いやすいんですよ。まあ、ある意味差し色みたいにもなるし、ここで赤使われてるから、スニーカーでも赤使うとか、キャップでも赤使うとか、逆にこの青を拾って、まあ、靴青だったり、まあ、キャップネイビーで合わせるとか、そういうのも結構いいかなと思います。これもカントリーモーメントのグラフィックティーですね。これ6900円です。こういう人が書いてあるのも今年ちょっと結構来てるなっていう印象なので、こういうのも一着持ってると結構、スタイリングの幅がね、広がるかなって思います。で、次がこの、マーモット。これビームスとの別注の T シャツですね。僕これ買ってまだ届いてないんですけど、バックプリントの T シャツも、まあ、何着か持ってると結構いいんじゃないかなと思います。でこれもなんかピンクとか水色が使われてるので、こういうところの色を、まあ、キャップとかそういうので拾うのが結構面白そうだなって思います。であとはこういうファーラーの白に赤字が書いてあるものだったり、あとはこのバイパルラ、このブランドあんま分かんないんですけど、まあ、こういうデザインが入ってるものとか、あとこのタンタン、これビューティー&ユースで見かけて僕も買ったんですけど、こういうなんか写真みたいのが書いてあるっていうか、写真みたいのがここにねあるのも結構
可愛いなって僕は思います。まあ僕がチェックしてるものはこんな感じですよっていう感じです。次が、シャツですね、シャツ。まあ、個人的には半袖のシャツはね、チェックシャツで着たいなって思ってます。無地だとちょっと寂しい感じが僕はしちゃうので、チェックシャツがいいなって思います。まあ、僕的にはこういうね、このエビスタブのリラックスフィットチェックシャツだったり、あとこっちのバットビルのダブルポケットチェックシャツとか、ここら辺が結構個人的にはね、好きだなって思います。シャツで注意すべきことは、シャツは、まあ、T シャツとかとカットソー系、そういう T シャツとかと比べて、着丈はちょっと長く設計されてるので、まあ、それでも僕はまあ70から75の間ぐらいで選んでます。75以下、まあ、あえて長く着てっていう合わせもできるんですけど、ちょっとなんかその着回しとかすごい難しいので、75以下で選んであげるといいかなって思います。であとシャツで大事なのは素材感です。今ちょうどこのバットビル あのダブルポケットシャツがあるんですけど、まあ、これはコットンのガシガシなね感じなんですよ。こういうちょっとリネンっぽい、朝が入ってるっぽい感じのやつです。こういう素材感のものは体に馴染みやすくて、で若干テロッとこのほんと羽織として着やすいので、コットン 100% でパキパキすぎないもの、こう擦った時にこれはちょっとなんて言うんだろうな、すごく説明しにくいんですけど、なんか安いところのやつだと結構羽織った時にもう体に馴染まなくて、こうシャカシャカしすぎちゃうみたいなのがあるんですよ。だからこういうコットン 100% でちょっと滑らかなもの、肌触りがいいものを選んであげた方がドレープ感が出て上品に見えるので、素材感をシャツは気にした方がいいかなって思います。次がパンツですね。パンツは結構たくさんあるんですけど、まあ5個ピックアップしました。まあこの中からまあ1つ、まあ2つは持ってたいなっていう感じですね。2つで、1つはまあデニム、2つチノパン、チェックのパンツで、スラックスとワッフルパンツですね。はい、この5つです。で、ワッフルパンツに関してはもう1本の動画でがっつり話してるので、よかったらその動画もね、気になった方は見てみてください。ワッフルパンツはこれね、こいつです。まあ、サーマルとも言われる生地なんですけど、普通のコットンの素材に比べてこういうワッフル生地ってこの肌触りがすごくいいので、夏でも結構快適に履けます。で、このワッフルパンツは太すぎなくて細すぎないの でストンと落ちるストレートのシルエットが綺麗なので、これに革靴とか合わせたりもできるし、結構スラックス感覚で、でもスウェットみたいに楽に履けるみたいな感じなので、こういうのを一つ持ってると、まあ、素材感でちょっと個性を出せるし、なおかつ、まあ、スラックスっぽく履けるので着回しもしやすい。まあ個人的には白が好きなんですけど、無難に黒の方が着回しは効きます。楽に履けて万能な一着みたいなのが欲しい人には本当におすすめです。次がチェックのパンツ、先紹介しようかな。チェックのパンツはね、こういうチェックのパンツです。で、これカントリーモーメントのやつなんですけど、まあ今年ね特に流行るかなって思います、チェックのパンツ。まあ去年とにかくシンプルなコーデが流行ったんですけど、今年はまあそのシンプルなものを活かしつつ、ちょっと柄とか素材感で個性を出したいなっていう流れが来てるんじゃないかなって個人的にね思うので、で、まあちょっとね、まあ、初心者の方とかには難しいと思うんですけど、まあちょっとパンツが結構持っててちょっと個性出したいよとか、3、4着目ぐらいになんかちょっと欲しいなっていう人にはこういうチェックのパンツ、意外と着回しも結構効くので、こういうの持っておくといいんじゃないかなって思います。次ね、チノパン。僕がね愛用してるのはこのブルータウンのチノパンです。で、これはね、ややゆったりとした感じの、ストレートシルエット。ここのタックがないので、本当にこのズドンと落ちる感じ。あとこのね、素材感ですね。一番いいのは。コットンのこのガシッとした素材感。めちゃくちゃ丈夫です。この表面のこのちょっと滑らかな感じ。本当にこの気持ち、起毛な感じのコットンの感じがすごくいいです。すごくいい。シャカシャカしてないので安っぽく見えない。で、これが9900円なのはかなりお買い得。かなりコスパいいと思うし。まあ、ベージュのパンツとかって一気にこの抜け感を出せるというか、黒のパンツとかと比べて、春夏っぽさを一気に出せるというのがあるので、やっぱこういうチノパンは持っておくのがおすすめ。まあ、僕はこっちのね、個人的にこのオリーブの方が好きなんですけど、ベージュもいいけど、個人的にはこのオリーブの方が履いてる頻度は多いかもしれないです。やっぱ夏はさ、上が白 T とかばっかりになっちゃうから、パンツでスタイリングの幅を広げるのがいいと思うし、パンツを春夏に買えば次の秋冬はトップスとかアウターに専念できるんですよ。お金をかけるのが
パンツって基本一年中履けるから、まあ、服の単価が安い春夏にこういうねパンツとかをたくさん揃えておくと、次の秋冬もかなりねいいスタートダッシュというか、さらにおしゃれになっていけると思うので、春夏はとにかくパンツを集めるのがおすすめです。で次このデニムかな。デニムは2種類僕結構履いてて、はい、こっちのね、こっちはまずカントリーモーメントのデニムです。青い感じで、こっちはノットオムブルーの僕が履いてるやつですね。1年中で、こっちは若干水色で、やや太め。カントリーモーメントは結構青で、やや細め。太いのが欲しかったらこっちで、ちょっとスリムな感じで着たかったらこっちのカントリーモーメントかなって思います。で、どのパンツもちょっと最近この裾を溜まる感じ、シューズにちょっとかぶさる感じ、ちょっとかぶさってこうクタってする感じが結構トレンドです。パンツの丈が長い分足が長く見えるので、僕みたいな低身長の人はちょっとね、あのスタイル詐欺というか、スタイル漏れます。大事なので2回言いました。デニムはどっちかっていうとね、僕このカントリーモーメントの方がまあ今っぽいシルエットで、こっちの方がね春夏は愛用するかなって思います。はい、最後はこのスラックスかな。スラックスですね。このスラックス、これはブルーターンのツイルパンツかな。ポリエステルとレーヨンが混ざってる素材感で、これは本当にドレープ感がすごいあります。若干こう光沢感もあって、でこれに関しては綺麗め好きな人とか、綺麗めに履けるパンツ欲しいよとか、万能なパンツ欲しいよって人はこういうのがおすすめです。僕はこれ誕生日お祝いしてもらう時にジャケットのスタイル、綺麗なとこ行く、特別な日とか綺麗なとこ行く時にも使えるスラックスだし、まあカジュアルにも履けるパンツなので、これはね一つ持ってて損はないかなって思います。がその総丈、丈の長さは104とか102から104ぐらい選んでます。でさっきもちょっと言ったかもしれないけど、それでハイウエストで履くことが大事です。ハイウエストで履いた時にちょっと裾にかかるぐらいがいいと思います。で次はねハーフパンツ。ハーフパンツは今年はちょっと長めなハーフパンツが流行ると思います。僕もすでにオーダーしたんですけど、このバットビルのねウォッシュドハーフパンツですね。で僕はこれを M サイズで注文しました。 M サイズ、ヨーロッパで流行ってる感じ、まあ、こういうのに、まあ、タンタケのシャツ合わせたりとか、あとはT シャツタックインして、まあ、こういうグラフィックのものとか合わせるとかで、足元スニーカーとか、そういうスタイルが、今年は結構流行るんじゃないかなと思ってます。まあ、あとは無難にこの膝のお皿の丈で履く普通のハーフパンツも普段に結構いいなと思ってます。まあ、僕も持ってるのはこのメタリックナイロンハーフパンツです。で僕このねブルー結構おもろくてこれにしたんですけど、この普通のナイロンとちょっと違って光沢感があるんですよ。光沢感があるのでなんか安っぽく見えない、なおかつちょっと大人な印象があるなって思ったので僕はこれ注文しました。で S サイズです。 S サイズで僕はいい感じに履けてます。膝丈ぐらい、これもねかなりおすすめです。裏このメッシュか、裏はこういうメッシュ素材になってます。まあそれこそバーベキューとか川遊びとか行った時にそのまま入れると思います。こいつで僕もねやっぱ川遊びとか夏は好きなので、バーベキューとかそういうところに履いてって、まあ、男みんなで川に飛び込むみたいな、そういうのもやっぱ楽しいなって思います。であとはねこのアンブロのショートパンツも買いました。これはショートパンツだからショーツって言われるものですけど、膝より上で履くようなパンツです。でこれはねこの僕はベージュブラウンどっちだっけな、ブラウン系買ったんですけど、刺繍、アンブロの刺繍もこの同系色でされてるのが結構かっちょいいなと思ってます。でこれは本当にもう正式に水陸両用で、もうこういうもうおパンツの形をしてるんですよ。この中のメッシュがこういうね、夏にあえてアースカラーを夏っぽいアイテムで取り入れる、こういうハーフパンツで取り入れるっていうのが面白いというか、個人的にやりたかったので、こういうブラウンのねハーフパンツとかも結構合わせやすいのでおすすめです。だからまあハーフパンツに関しては膝上で履くショーツと、まあ、膝のお皿の真ん中ぐらいの丈で履くハーフパンツと、今年はちょい長め膝下で履くぐらいのハーフパンツ、これが結構いいと思うので、この3つチェックするといいんじゃないかなと思ってます。膝上で履くショーツは丈が46とかぐらいがいいかなっていう
のを感じてますね。46ぐらいで、膝の真ん中ぐらいで履くやつは、まあ、48から50とかそのくらい、ちょい長めの丈のものはそこからプラス10センチぐらいして58とか60ぐらいで履くのがいいと思います。まあ僕の身長と近い人はこれを参考にしてもらって、僕より背高い人とかは僕よりまあちょっと5センチとか足したりとかして選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。で、小物類ですね。小物類、まあ、キャップからいくと、まあこういうね、ちょっと明るめなトーンのキャップ、まあ、これセダンっていうブランドなんですけど、まあ、ツートンのキャップですね。これはアイボリーとツバがベージュとか、こういう明るめのものを取り入れると夏っぽさというか抜け感を出せるので、こういう色があるのもおすすめ。無難な色のキャップがあるといいと思います。キャップに関してもまとめてるので、よかったらその動画を見てください。で、あとバッグ、バッグはこういうサコッシュ系、ミニバッグ系を選ぶのがいいなと思います。これどちらもパイエアルっていうね、あのセレクトショップのものです。こっちのものは去年から愛用しているもので、この紐の部分がこういうね、白と黒が混じってる感じ、こういうのを背負ってあげると、まあ、今ちょっとネイビーなので分かりづらいですけど、白 T とかだとこういうのがねすごい映えるんですよ。で、コーデの邪魔にもならないので、こういうのをかけてちょっとしたアクセントにしながら、ポケットかさばるとあのパンツのシルエット変わっちゃうので、汚くなっちゃうので、こういうポーチを持ってるといいと思います。こっちも同様ですね。これはね、キルティングなんですよ。秋冬特有のキルティングなんですけど、やっぱさっきも言ったけど、こういう秋冬っぽい素材感のものとか色味のものを夏にちょっと取り入れる、ちっちゃいところで取り入れるっていうのがまたちょっと面白いなと思うので、こういうのをね、こういう感じで背負うのも個人的にはたくさんやりたいなと思ってます。で、アクセ類はこういうね、まあ、僕はシルバーリングたまにつけるんですけど、僕がよく使うのはソロっていうブランドのものです。全部手作りで、シルバー950っていう、まあ、シルバーの純度 95% を使ってるので、普通にこれで手洗ったりとかしても、あの錆びにくい、錆びにくいってほぼ錆びないですね。ほぼ錆びないので愛用してます。こういう感じで、僕は主張が強すぎないものがいいので、あのできるだけ細めだったりそういうものを選ぶようにしてます。で、最後スニーカーですね。スニーカーまあいろいろあるんですけど、一つ言うとしたらこういう白系の中でも、今年はシルバー系を選ぶといいと思います。これはね、僕アシックスのゲルカヤノっていうもので、これもシルバーですね。シルバーとホワイトとまあライトグレーみたいな、あのまあ今年普通にシルバーがちょっと流行ってるっていうのもあるし、おすすめです。とにかくどっかに明るい色が入ると一気に夏感が出るというか、爽やかさと抜け感が出るので、こういうのをあの足元だったり、まあ、さっきキャップでも言ったけど、キャップで明るい色を取り入れたりしてあげると結構いいかなと思います。あとはまあこういうサロモンのね、シルバーのスニーカーだったり、あとちょっと高いけどウェルズボーナーのシルバーはかっこいいなって思います。ちょっとカメラの温度と充電がやばいので、ちょうどよく終わりました。いかがでしょうか。まあ夏物に関してね、質問があればぜひぜひコメントしてください。参考になったら、あーめっちゃ黒くなった。はい、参考になったらあのグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。